日本共産党 C 和夫が大炎上、国会でミサイルの射程距離を教えろと要求。1月31日に国会において共産党の C さんが次のような発言をしてしまいました。まず具体的に聞きます。この4つの長射程ミサイルの射程距離、それぞれ何キロですか？通告してありますね、総理。総理、どうぞ。じゃあ防衛大臣。防衛大臣。また、八勝君。簡単に。誘導弾の射程距離は、これを明らかにすれば、我が国の具体的な防衛能力を明らかにすることとなるため、安全保障上控えるべきである、お答えできないことをご理解いただきたいと思います。射程距離を明らかにしない。説明するっていうけど、一番大事なことは説明しない。射程距離を明らかにしないこと自体が私は脅威になっていくと思います。このようになってしまっておりまして、さらに他にもですね、日本は盾に徹する、これが専守防衛じゃないんですかなどとの暴言も入ってしまい、批判が殺到し大炎上してしまっておりますが、こちら防衛装備品においては海外においても全ての性能は公開しておりません。射程など何キロ以上などと濁されている場合が多いですが、その理由は防衛大臣の説明の通りであり、この情報を得て渡航するのは日本の敵であるならず者国家だけでございます。共産党にはこのような利敵行為を国会において二度と行わないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。